経済界も新刊アイドル平野翔賞の CM 効果でサントリー、緑人相だが歴史的売り上げ。サントリーが2.6倍増強しても追いつかない脅威の売れ行き。春の穏やかな日差しがオフィスに差し込む午後、私はいつものようにスマホでニュースを眺めていた。トレンド記事に踊る見出しの一つが私の目を捉えた。平野さんの影響力、もはや経済現象。 サントリー、こんなに売れるとは、嬉しい悲鳴が止まらない。平野パワー炸裂。サントリー、大阪工場、2.6倍増強でも、供給不足。思わず、スマホを持つ手が止まる。それは、アイドルグループナンバーアンダーライン愛の平野翔さんが CM キャラクターを務めるサントリー、緑人相談の驚異的な売り上げのニュースだった。昨年比200%超え。 画面に大きく表示された数字に私は驚きを隠せなかった。平野さんの人気はアイドル界隈ではもはや伝説と化している。彼が CM キャラクターに起用された商品は発売と同時に店頭から姿を消し、オークションサイトでは高額で取引されることも珍しくない。しかし、今回の緑人ソーダの売れ行きはこれまでの常識を覆すような勢いを感じさせた。 記事によると、サントリーは平野さん効果を見込んで、大阪工場の生産能力を2.6倍に増強していたという。しかし、それでも需要に追いつかないほどの売れ行きを見せているというのだ。この事実は、平野さんの人気がいかに凄まじいものであるかを如実に物語っている。ファンの間では、さすが我が王と、平野さんを称える声が多数上がっている。水面下で、 企業様が争奪戦ってのも本当なんでしょうねというコメントからもわかるように、彼の影響力は、もはや芸能界の枠を超え、経済界をも動かすほどのものとなっているのだ。しかし、今回の緑人相奪の成功は、単に平野さんの人気によるものだけではない。そこには、サントリーの緻密な戦略と、平野さんの魅力を最大限に引き出す CM 制作の妙があった。サントリーは、 近年、若者を中心に人気が高まっているジンに着目し、緑ジンソーダを開発した。爽やかな味わいとスタイリッシュなパッケージデザインで従来のジンとは異なる新しいイメージを打ち出したのだ。そして、この緑ジンソーダのイメージにぴったりとハマったのが平野さんだった。彼の持つ爽やかさとどこかミステリアスな雰囲気は緑ジンソーダの世界観を見事に表現していた。 CM では、平野さんが緑人ソーダを片手に、都会の喧騒を抜け出し、自然の中でリラックスする姿が描かれている。彼の自然体の演技は、見る者に癒しを与え、商品への興味をかき立てる。それは、まるで CM を見ている私たちも、平野さんと共に爽やかな風を感じているかのような錯覚を覚えるほどだ。この CM の成功は、サントリーのマーケティング戦略と、 平野さんの魅力、そして彼を支えるファンたちの熱い思いが三味一体となった結果と言えるだろう。そして、この勢いは、緑人相ーだけにとどまらない。5月11日からは、平野さんに加え、神宮寺優太さん、岸優太さんも出演する、ビアボールの CM もスタートしたのだ。放送前からすでに大きな話題となっており、緑人相ーに続く大ヒットとなる可能性を秘めている。 三人全員が出演する CM はファンにとってまさに夢のような光景だろう。三人での CM が見られるなんて感無量、三人の笑顔が眩しすぎる。この CM のためにビアボールケース買いします、といった喜びと興奮に満ちたコメントが SNS 上を飛び交っている。ビアボールの売り上げも間違いなく想定超えとなるだろう。しかし、注目すべきは、 この勢いが一過性のブームで終わるのか、それとも、ナンバーアンダーラインアイというグループの長期的な成功につながるのか、という点だ。確かに、現時点では、小硬家がグループの牽引役となっていることは否定できない。しかし、神宮寺さんと岸さんも、それぞれ個性的で魅力的なメンバーであり、彼ら自身のファンを獲得する可能性も秘めている。例えば、神宮寺さんは、 その端正な顔立ちとクールな雰囲気で多くの女性ファンを魅了している。雑誌の表紙を飾ることも多く、そのモデルとしての才能も高く評価されている。一方、岸さんは持ち前の明るさとユーモアでバラエティ番組でも活躍しており、お茶の間での人気も高い。彼の親しみやすいキャラクターは幅広い世代から愛されている。彼らが平野さんに続く、 国民的スターへと成長するためには、個々の魅力をさらに磨き上げ、新たなファンを獲得していく必要があるだろう。そして、そのためには、グループとしての活動ももちろん重要だ。三人の息の合ったパフォーマンス、個性的な楽曲、そしてファンとの積極的な交流を通して、ナンバーアンダーライン愛というグループの魅力をさらに多くの人々に伝えていく必要がある。緑人奏だ、と、ビアボールの CM は、 ナンバーアンダーライン愛にとって大きなチャンスであると同時に大きな試練でもある。この試練を乗り越えグループとしてさらなる飛躍を遂げることができるのか。彼らの未来はまだ未知数だ。しかし私は彼らのファンを大切にするという姿勢、そして常に上を目指し続ける向上心に期待している。彼らはファンを公言する芸能人も多い。 自分たちの活動の原動力は応援してくれるファンの存在だと彼らは公の場で何度も口にしている。それは決して綺麗事ではなく彼らの言葉の端々、行動の一つ一つからファンへの深い愛情と感謝の気持ちが伝わってくる。だからこそ私は彼らを応援し続けたいと思うのだ。困難に立ち向かう彼らの背中を微力ながらも支え続けたいと思うのだ。 ナンバーアンダーライン愛の挑戦は始まったばかりだ。これから彼らがどのような道を歩み、どのような景色を見せてくれるのか、それはまだ誰にもわからない。しかし、一つだけ確かなことがある。それは、彼らが常にファンを大切にするという姿勢を貫き、感謝の気持ちを忘れずに活動を続けていくということだ。平野さんは、以前インタビューでファンの皆さんがいるからこそ、 今の僕たちがある、と語っていた。神宮寺さんも、騎士さんも、同様にファンへの感謝の気持ちを表明している。彼らの言葉からは、決して現状に満足することなく、常に上を目指し、ファンに最高のエンターテイメントを届けたいという強い意志が感じられる。緑人ソーダや、ビアボールの CM で見せた彼らの笑顔は、まさにその意志の表れだろう。彼らは、CM を通して、 ファンに喜びと元気を届けたいという一心で撮影に臨んでいたに違いない。彼らの努力は数字以上の価値を生み出している。それは単なる経済効果ではなく人々の心を動かす力を持っている。あなたはナンバーアンダーライン愛の未来をどのように見ているだろうか彼らはこの成功を足がかりにさらなる高みへと登ることができるのだろうかそして小効果を超える 新たな伝説を生み出すことができるのだろうか彼らの挑戦は始まったばかりだ。